通の中学2年生。ついに体育の授業だ。うおあかり、テンション高すぎでしょ。だって私が唯一好きな授業なんだもん。運動音痴には辛い授業なんだけどな。はい、とりあえずゼッケンを着てください。あ、くんくん、くんかくんか、くせー、鼻もげる。何このゼッケン、臭すぎるんだけど。あかり、大丈夫？これ絶対洗濯してないわ。みんなの汗と怨念が染み込んでるもん。怨念は染み込んでないでしょう。今日は 3000m の持久走をする。ゼッケンの意味あったのか？マラソンか。よりによって体育の中で一番嫌いな種目だな。位置につけ。先生。あ、なんだ？私生理なんで休ませてください。生理か、わかった、休んでいろ。ありがとうございます。よかった、胸が大きくなってきたから走りたくないんだよね。先生、私も体調不良なんで休ませてください。仕方ないな。あの人朝ピンピンしてたよね。仮病でしょ。あの子がプールとマラソンしてるの見たことないもん。そんなに走りたくないのか。私も休みたいな。ねえねえ、なおちゃん、今日のマラソン一緒に走ろうよ。何か話しながらさ。え、いいよ。ただ走るだけなのにマジになるのバカらしいじゃん。うんうん。じゃあ位置につけ。よーい、ドン。うわ、みんな本気じゃん。マラソンくらいでさ。ねえ、走早くても別に何もいいことないもんね。うん。あ、だだだだだ、どうしたの、あかり。さっき早弁でお弁当食べたからお腹痛いかも。胃の中で食べ物がジャンプしてる。ああ、食べた後走るとお腹痛くなるやつね。大丈夫？うん。いいよ、ゆっくり走ろうよ。そうそう、鬼滅の映画見に行ったんだけど、すごく面白かったよ。へえ、私も見に行こうかな。行った方がいいよ。あ、ゴールあった。もうすぐだね。うん。あかり、最後の一歩は一緒だからね。最後だけめっちゃ全力疾走、めっちゃ速い。ちょっと待ってよ、あかり。うそ、まさかの裏切り。一緒にゴールするって約束したのに、あかりのバカ。いやー、疲れたね。教室帰ろっか。うん。あ、なんだこの制汗剤の匂いは。男子、制汗剤スプレー振りすぎだよね。うん。今日の授業は終わり。また来てね。